NTT ファイナンス株式会社は、東京都港区に本社を置く NTT グループの金融中核会社である。リースファイナンスを主軸とした金融サービスをはじめ、NTT グループ全体の資金運用及び、グローバル投資案件へ資金融通を行うキャッシュマネジメントシステムや、ビリングサービス、クレジットカード、ペイメントサービスを主な事業としている。NTT 民営化後、 1> 第1号のグループ会社として設立された NTT グループにおける金融の中核企業であり NTT グループの余剰資金を管理するキャッシュマネジメントシステムを運用している2007年頃からの金融不安と景気交代及び2008年のリーマンショック後の金融危機の影響を大きく受け貸し倒れ損失や引き当て金繰り入れ等の費用計上が膨らんだことで 2009年3月期は223億の赤字、2010年3月期も143億円の赤字となる等、収益面、財務面ともに内容が大きく悪化した。2009年3月に日本電信電話が約200億の第三者割当増資を全額引き受けると、NTT グループによる支援体制は万全であり、2011年3月期には、 黒字決算に回復している。2012年7月請求分より、NTT 東日本、NTT 西日本、NTT コミュニケーションズ、NTT ドコモの料金収納業務を開始した。これに伴い、NTT グループ4社の代金請求を一本化できる、サービス、おまとめ請求とウェブビリングを開始。同時に、インターネットサービスプロバイダーをはじめとする加盟店の、 料金を NTT 通信サービス等料金の請求に束ねて支払えるタバル丸ごと決済も開始された。2020年6月まではグループ内外の企業に対するリース事業やカップ事業を行っていたが同事業は2020年7月に当社日本電信電話東京センチュリーの合弁企業である NTTT c リースに譲渡された。NTT グループカードは NTT ファイナンスが発行するクレジットカードである。国際ブランドはマスターカード及びビザから選択が可能となっている。また ETC カードとして NTT グループ ETC カードも発行しているが、同カードは国際カードのみが対象となり、NTT グループハウスカードの会員は申し込むことはできない。2013年2月現在以下の通り、 ABCDEFGHINTT ファイナンス株式会社第35期有価証券報告書2009年6月11日付日本経済新聞 NTT 金融事業今期も営業赤字参照通信サービス当料金の請求回収業務の開始について NTT ファイナンス株式会社日本電信電話株式会社2012年2月2日 楽天銀行株式会社。ネクストマネーカード、サービス終了のお知らせ。2021年1月26日閲覧。過去には、u c カードのブラザーズカンパニーであったが、後にマスターカードへの直接加盟へ変更。ただし、プロセッシング業務は引き続き、u c へ委託している。三井住友カードとの加盟店開放提携による。ただし、 かつて NTT ドコモとの提携で発行していたドコモカードにおいてのみ UC カードのライセンスによるビザも併存していた。なおドコモグループ各社は2006年以降三井住友カードへ業務委託する形で自ら D カードを発行している。システム上は UC カード扱い。システム上は各国際ブランド扱い。ありがとうございます。